当時の三菱エンジンの多くに採用されたサイレントシャフトサイレントシャフトとは三菱自動車工業が自社の直列4気筒及び直列2気筒エンジンに用いていたバランスシャフトの商標及び特許である。MCAJET とサイレントシャフトの双方を採用した初代ギャランラムダのアストロン 80G54 バイトエンジン開発は1960年代から進められていた。 当時、自動車部門を分離する前だった、三菱重工業は、今後の中心事業を、自動車か、船舶か、それ以外かと決めかねていた時期で、ダメーカーとは違いまだ V 型6気筒エンジンの生産ラインを持っていなかった同社において、大規模な設備投資が必要な事案には慎重にならざるを得なかった。そこで苦肉の策として、4気筒でも6気筒に負けないパワーと静粛性を、 得られる、サイレントシャフトが生み出された。1974年12月に、同社の軽自動車、ミニカカイオン用の直列2気筒の 2G21 型エンジンに搭載されたのが初出であり、翌1975年には 2000cc を超える直列4気筒である三菱、4G5 系エンジンにも順次採用されていった。サイレントシャフトは、ランチェスターの法則で知られる。 イギリスのフレデリック・ランチェスターによって1900年代初頭に発明されたランチェスターバランサーの一種であるがサイレントシャフトが特徴的なのは2本のシャフトの位置を上下にずらしエンジンの振動のみならず寄心モーメントをも打ち消していることである。同社は1975年当時の販売店向けカタログにて当時三菱が開発を進めていた 公害対策技術である MCA ともども、大々的に宣伝を行い、サイレントシャフトの振動抑制性能を称して、V 型8気筒に被見するとまで称していた。また、80年代の理想を追求した未来派エンジンとも称され、サイレントシャフトを搭載した直列4気筒エンジンは、そのエンジン本来の通称の末端に80を付け、アストロン80、サターン80などと名付けられ、 それ以前のエンジンとの区別が行われた。サイレントシャフトの登場によるランチェスターバランサーによる完全バランス達成はその後の直列4気筒の設計手法そのものに深い影響を与えることになり、三菱は後にフィアット、サーブ、ポルシェにサイレントシャフトの特許仕様を認可、各社の 2000cc 以上の大排気量直列4気筒エンジンに採用されることになった。また、 当時三菱と提携していたクライスラーの販売ルートにエンジンの OEM 供給を行うことでサイレントシャフト搭載エンジンは北米市場にも拡販されていった。また韓国の現代自動車にもクライスラーと同様の形でサイレントシャフト搭載エンジンの供給が行われ韓国国内でも販売が行われた。2005年に発表された三菱の新型エンジンでは 通常のランチェスターバランサーになっている模様である。これは、サイレントシャフトの特許自体は2本のバランスシャフトの配置とシャフト本体の形状に対してかかっているため、たとえ三菱製エンジンで採用されるバランスシャフトであっても、シャフトの位置関係や形状がサイレントシャフトの原特許と異なる場合には、厳密にはサイレントシャフトに該当しなくなるためである。なお、 サイレントシャフト以前から各社でランチェスターバランサーの研究自体は行われていたが、シャフトの配置及び基本形状を三菱が特許で抑えてしまったために、各社はシャフトの配置についてはサイレントシャフトと異なる形とし、特許形式の回避が不可能な部分については、三菱との個別交渉で許諾を得ることで解決を図った。サーブの場合は、 B234 エンジンにて、サイレントシャフトとは異なるシャフト配置を取り、ポルシェの場合には、自社のトランスアクスル技術とのクロスライセンス契約を結ぶことで、サイレントシャフトと同じ配置のバランスシャフトの採用にこぎつけた経緯がある。国内他社の採用例としては、直列に気筒では、富士重工業の EK23 型エンジン、ダイハツ工業のダイハツ AB 型エンジン、 直列3気筒では、スバル EF 型エンジン、直列4気筒では、ホンダ技研工業の K22A 型エンジン、マツダの L3D 型2.3リットルエンジン、日産自動車の QR25 で、トヨタ自動車のトヨタ AG エンジンなどに、サイレントシャフトと類似した日本シャフトが用いられていた。バランスシャフト全般に共通する欠点でもあるが、サイレントシャフトはクライクシャフトから、 タイミングベルトやタイミングチェーンを介して駆動力を受け取って回転するために馬力のロスが確実に発生する。また、クランクシャフトの2倍の速度で回転する関係上、サイレントシャフトの軸受けの潤滑はエンジンオイルにとっても非常に過酷なものとなり、高回転域では焼き付きが発生する可能性も高くなった。そのため、モータースポーツなどにおいては、 サイレントシャフトを除去することで、馬力のロスとメタル軸受け焼き付きの問題を回避する手法が取られることもあった。客中30年間乗っている、ランタボーのお礼参り三菱自動車、公式 HP1975 年式、三菱、ギャラン GTO カタログ1976年式、初代三菱、ランサー販売店カタログ、 三菱ランサー北埼玉自動車紹介1976年式三菱ランサー販売店カタログ北埼玉自動車紹介 1981PLYMOUTHRELIANTANTDOTGEARIESK-CARS-ALLPAR.com クライスラー系プラットフォームへの エンジン供給例 4G6DOHC サイチェシーエンジン整備解説書望遠ロバートハウツービルドマックスパフォーマンス三菱 4G63 トンエンジンズ S A デザイン ISBN 978から19億3249万4624注射三菱初の V6 エンジンとなる6 G7 型エンジンは1986年に登場する 4G6 型エンジンのうち、4G61 のみ、サイレントシャフトが搭載されなかった。4G6 型においては、この 4G61 の内部部品を流用することで、サイレントシャフトを除去する改造が行えた。ありがとうございます。